はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていきます。こちらの仲良し4人娘狙い撃ちガチャですね、まあ、いわゆる北摂キャラが今回ピックアップとして、出てますと。で、内容がね、なかなか良くて、初回10連のみ、パワーストーン150個で引けて、なおかつこのね、4キャラから PR 以上が10枚確定ってこれすごくないですか。要はこの4人が全部10枚 PR 以上で出てくるっていうことでしょ。せっちゃんをね、やっぱりね、上限解放したいんで、まあ、これは引いていきましょうというのと、2回目になると、北摂キャラのうちから SR 以上が、まあ、1枚確定で、3回目以降は、まあ、出現率2倍になるので、まあ、今回はね、2回引いていこうと思います。じゃあ、ガチャの方に行きましょう。これもガチャなんで、まあ、ボックスは整理しなくて大丈夫でしょう。プレミアムで、こっちと。じゃあ最初の10連150個消耗していきますと。さあ、ここの演出はまずね、ググググはね入ってほしいんだけど、でも赤玉が出たからいいね。お、1枚入ってるね、やった。まずせっちゃんの PR だ。よし、あ、そうか、 PR しか出ないんだ。じゃあ、ハッチチカちゃん、ハッチせっちゃん、おお、あ、2枚、多いね。せっちゃんがめっちゃ来た。で、あー、チカちゃん持ってないんで、これで北摂キャラとりあえず3人分は SR が揃ったな。ということで、初回の10連はこんな感じでしたと。まあ SR も入ってたし、せっちゃんが 1,2,3 枚入ってたんで、まあ、結構いい感じですね。じゃあこの流れで、2回目引いていきましょう。あ、そうか、ここでも SR が1枚出るのか。よくよく考えれば、ここでハッチが出てくれれば一応全員揃うんだけどな。カキーンと、まあ何枚入ってるか。おお、2個入ってる、なかなかいいね最近。おお、せっちゃんだ。よしよしよし、これせっちゃんどこまで上げられる。そうすると、で、あとの人たちは北摂キャラ出るね、やっぱり。これは、おお、これなんだっけ、小平くんだ。小平くん精神キャラが全然いないんで、小平くん嬉しいね。という感じですね。せっちゃんの SR と小平の SR が出ましたと。いや、最近なかなか引きがいいね。で、まあガチャ動画だけだとわりかしね、あっさり終わっちゃうんで、今回まあこの後、今このリードオフマンで小坂くんの SR イベントが来てるんですけれども、ちょっとね、小坂くん、まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、実は使えないキャラなんですよ。で、まあイベキャラがどういう基準でその強いとか弱いとかっていうのもちょっと、初心者解説動画ですねを挟んで解説していこうと思います。じゃあちょっとキャラの方に行きましょう。はい、じゃあこちらイベキャラボックスですね。で、駒坂くんがもうめっちゃいっぱいいるんですけれども、まあ、基本的に取れるだけの、駒坂くんはもう全部取ってあります。で、全部取ると一応ね、SR で2枚くれるんですけど、まあね、ネットとかで調べてみると、まあすぐわかるんですけど、駒坂くんのね、評価がね、低い低いと。で、多分俺の知る限り、全キャラの中で一番低いっすね。あの、森川とかよりも低いんで、有村とか。で、まあそもそも、キャラが、まあ、どういうところで強いとか弱いとか判別されるのかっていうのを、まあ、今回説明していくと、まあ、駒坂くんを見ていきましょう。で、まあ、こういう画面になって、ボーナス詳細っていうのがまず一つですね。まあ、いわゆるテーブルが優秀かどうかっていうことになるんですけれども、まあ、このテーブルって何なのっていうところで、まあ、このボーナス詳細は5レベル上げていくごとに、まあ、ボーナスがついていくんですね。まあ、15レベルになると、コツレベルボーナス2とか。レベル20で敏捷ボーナス6とかっていう形になるんですけれども、このね、形がね、ある程度決まってるんですよ。こいつはこんな形で、こいつはこんな形っていうやつで、それをまあいわゆるテーブルって呼ぶんですけれども、まあわかりやすい有名どころですね。有名どころでいくと、まず宇土くんで、宇土くんのボーナス詳細を見てみると、まずレベル20で筋力ボーナス4と、でレベル25でタックボーナス80で、30で、初期評価75で、レベル35で練習効果アップ 5% と、ちょっとね、この形を、今
覚えておいてもらって、まあ、簡単に言うとタッグ80の初期評価75、練習効果アップ 5%、 この流れを、覚えておいてもらって、ちーちゃんに行くんですよ。でちーちゃんのボーナス詳細を見てみると、レベル20で、技術ボーナス4と、で25でタッグ80の、レベル30で初期評価75で、レベル35で練習効果アップ 5% と。でさっきの、ウド君と、まあ、技術ボーナスか筋力ボーナスかっていう違いはあるんですけれども、形が全く一緒なんですね。要はタッグ80の初期評価75、練習効果アップ 5% がつくのが、まあ、いわゆるそのホモテって呼ばれてるんですよ。まあ多分ホモテーブルっていう感じで、初期評価がなんかめっちゃ高いキャラクターで、ちーちゃんがさ、ホモかって言われると、ちーちゃん女の子なんで、まあ、ホモじゃないんですけど、まあ、ちーちゃんの場合でもホモテと呼ばれます。でこのホモテテーブルのいいところは、まあ、経験点が結構高いんですね。タッグで80ついて、練習効果 5% ついて、でさらにボーナスポイント4がつくという形になっているので、初期評価も高くてすぐタッグが組みやすいので、ホモテは結構使いやすいですね。と同時に、あともう一つ強いテーブルがあって、まあ、俺の中でいくとカルロスなんですけど、カルロスの場合は、レベル20でやる気効果アップ 100% で、25で、経験点ボーナス4がついて、レベル35でタッグ80がつくと。でここでの、まあ、いいところはやる気効果アップが、ね、100% なんですよ。俺も最初ね、やる気効果アップってなんだって思ってた、ね、練習するとやる気が上がるのかって思ってたんですけど、これは実は違くて、やる気が高ければ高いほど、経験点って増えるじゃないですか。でそれが、100% 分あの上乗せされますよっていうのがね、やる気効果アップ 100% なんですよ。要はやる気効果で上乗せされる経験点が、まあ、2倍になると、まあ、そんなようなイメージですね。でこれも一緒に練習した時に結構経験点が高くつくので、まあ、やる気効果アップデッキっていうのは、まあ、強いキャラクターの一つの、指針になりますと。で基本的には、まあ、ホモテかやる気効果アップかが結構いいテーブルなので、この2つになってるキャラクターは結構重宝されますと。であともう一つ、テーブルの中に固有ボーナスっていうのがあって、まあこれはね、一定のキャラクターしか持ってないんですけれども、サイガを見てみましょう。サイガを見ると、サイガはね、実はさっきのホモテなんですよ。タッグ80の初期評価75でレベル35で、まあ、下に練習効果アップ 5% っていうのは同じ形なんですけれども、黄色い字でまだ見ぬ高みっていうのがあって、筋力ボーナスと練習効果アップの効果ということで、こいつはね、サイガしか持ってないんですよ、このまだ見ぬ高みで。このそのキャラクターしか持っていないボーナスっていうのが、まあ、固有ボーナスっていうんですけれども、通常のテーブルに加えて、まあ、2つですね、あのボーナスがつきます。なので、まあ、普通のキャラクターよりは強く設定されているという形になってます。でいわゆるこれが、テーブルが優秀かどうかですね、まあ、それで、まあ、1つキャラが使えるかどうかっていうのが判定されて、あともう1つはそのキャラクターによってコツがあると思うんですけれども、まあ、このコツが優秀かどうかですね。でサイガは、パワーヒッターのコツと広角打法と固め打ち、この3つしかコツを持ってないので、まあ、コツ練習した時に絶対パワーヒッか広角か固め打ちをくれるというところで、サイガも結構コツは優秀なのでいいキャラクターですね。で、隣に鈴本くんがいるんですけど、鈴本くんは、まあ、確かにね、コツはねいっぱい持ってるんですけれども、これだけいっぱいコツを持ってるってことは、欲しいコツがねなかなか狙えないんですよ。低め丸が欲しいってなった時に、まあ1回練習して低め丸をもらえる可能性っていうのはかなり低いじゃないですか。なのでコツはね多ければいいっていうもんではないですね、まあ、逆に少なくても優秀なコツしか持ってなければ、まあ、そのキャラは使いやすいという感じになります。でまあこれが、コツに関するもので、あともう一つがその金徳が何かですよね。いわゆる超特殊能力を何くれるかっていうのがあって、まあ、基本的には、金徳は査定に影響するので、経験点が低くて査定が高いっていうのが重宝されます。で、金徳を得る際に、要は金徳イベントを完走して、失敗する人たちがいるんですね。まあそれも、一つ重要な指針で、災害に関しては金徳は完走すれば絶対確定でくれますと、 100% 金徳をくれるんですけれども、鈴本くんは、失敗と成功の判定があります。でかつ鈴本に関しては金徳4回走らないといけないんで結構長いんですよ。
で4回走ってかつ失敗するっていうのがあるんで、まあ、鈴本はねキャラ的には優秀なんですけれども、金徳イベントを考えるとちょっと微妙なところがありますと。であと自身で骸骨を持っているかどうかですね。まあ、さっきの才賀のコツを見てみると、パワー比広角固め打ちなんですけれども、才賀って1級入魂なんですよ。要は初級の、上位の特殊能力ですね、1級入魂は。で才賀を入れたとしても、自身で初級コツを、取れないので、まあ、誰かと組み合わせる必要があるんですけれども、まあ、基本的に俺はせっちゃんと組み合わせてます。せっちゃんは彼女になった時に初級丸をくれるので、才賀と合わせると使いやすいと。なのでもう一つ自分で、骸骨を持っているかどうかですね。例えば日野くん、日野くんのコツを見てみると、まあ、チャンス盗塁阿部比広角と、まあ、日野くんはコツが優秀で、かつね金徳が電光石火盗塁の上位特殊能力なんですけれども、自分で盗塁丸のコツが取れて、かつ、電光石火をくれるという形になっているので、まあ、日野くんは1人入れれば骸骨が自分で取れるというようなところになってます。まあ、ここら辺が、まあ、金徳とか、コツに関する、一つの判断基準ですね。であとはもう本当にイベントが優秀かどうかっていうところになります。まあ、各キャラクターでイベントがあるんですけれども、まあ、大体、2つ持ってます。まあ、勇気を持てっていうのと勇者だろっていう、イベントなんですけれども、まあ、この中でどれだけ経験点をくれるかっていうのと、あと体力の変動ですね。イベントが起こった時に体力を削られるんだけれども経験点いっぱいくれるっていうのはまあいいんですけれども、体力を削られてかつ全然経験点くれないっていうのがあったりするんですよ。でそういうのが続くと結構微妙ですね。で日野に至っては勇者だろうの一番最初で、体力の上限が上がってかつ体力40回復するっていうめっちゃいいイベント持ってるんですよ。なんでそこら辺を考えると日野もかなり使いやすいキャラクターにはなってますというところですね。まあ、大体ここら辺を全体的に総合して見てみると、駒坂くんは弱いっていう感じになるんですよ。で、まあ、駒坂くん、コツはね、まあ、悪くないと思うんですよ。早急と盗塁とアベレージヒッターなんで、まあ、早急欲しい時とかね、アベレージヒッター欲しい時とか、駒坂くん入れてもいいと思うんですけど、まあ、金徳のね、電光石火がね、ちょっと重いんですよね。電光石火めちゃくちゃ経験点使うんで、まあ、取りに行こうとすると、かなり効率が悪くなると。いうのがあるのと、テーブルがねめちゃくちゃね弱いんですよ。これね何テーブルっていうのか自分わかんないんですけど、最終的にまずねタッグがね、タッグボーナスが 60% しか伸びないと。で、かつやる気効果アップ 50% で、なんか微妙な数字ですよね。さっきのはやる気効果アップだとやる気効果アップ 100% ついて、かつタッグが 100% いくみたいな。で経験点ボーナスはまあ8しかいかないので、どうだろうね、このテーブル何テーブルか分かんないけど、駒坂くんのとにかくねテーブルが弱いといったところになりますね。で金徳の電光石火が重いので、まあ結構敬遠されるキャラにはなりますけれども、まあ、今回イベントやれば普通に誰でも手に入るキャラクターなんで、まだねパワープロを始めて全然 SR キャラクター持ってないよっていう人についてはまあ取っていただいて、まあ揃ってきたらもう駒坂くんは捨てていただくというようなところで使っていただければと思います。じゃあまあこんな感じで、まあ、ガチャ動画 と、キャラクターについての解説ということで今回は終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあ駒坂くん、上限解放に全部もう突っ込んじゃいましょう。SR も突っ込んで、あと PR も全部突っ込みますとこれでどこまで、上限解放伸びるか。SR1 枚の、PR9 枚ですね。じゃあ強化すると、ポコーン、上限解放。あれこれってさ、上限解放ってこの画面だとどれだけ上限解放したかわからないんですよ。さすがに上限解放1ってことはないでしょ。 SR が1枚入って PR が8枚入ってるから、あこれだけだともうレベルアップを見守るしかないんだね。上限解放3で SR が確定してるから8枚突っ込んで2つしか入んなかったか。まあいいや駒坂くんだから